その年生まれたという藤島が先発で初勝利ということになりました。ヒーローインタビューがまもなく行われます。放送席そしてドラゴンズファンの皆さん、今日のヒーローはプロ初勝利、藤島健人投手です。まずは率直な今の気持ちからお聞かせください。素直に嬉しいです。はい、今日は松坂投手に代わり急遽の先発になりました。このプロ初先発、どのタイミングで聞いて、どのように気持ちを作ってマウンドに上がりましたか？試合が始まる15分前ぐらいに、はい、急に行くっていうことになったんですけど、意外に落ち着いて、はい、入れたんで良かったと思います。6回2失点、素晴らしいピッチングでした。振り返っていかがですか？そうですね、もう一球一球必死に投げてたんで、あんまり覚えてないですけど、しっかり、投げれてよかったと思います。今日はチケット完売、多くの皆さんが藤島投手のプロ初勝利を目撃しましたよ。嬉しいです。はい、ではその皆さんに最後に今後への意気込みをお願いします。はい、チーム一丸となって、必死に一戦一戦戦っていくので、また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーロー藤島健人投手でした。愛知東邦高校から2016年のダフト5位で入った藤島、プロ2年目、嬉しいプロ初勝利を先発で飾りました。ヒーローインタビューも初々しかったですね。いやー、なんか先輩にかなり可愛がられるんじゃないですか。そんな雰囲気はあるキャラクターですね。はいはい、まあ、丁寧に初めね、お辞儀もして、はい、ファンにもありがとうございます。